皆さん聞こえますか？聞こえます。はい、古橋先生、ちょっと待っててください。だそうなので。あ、わかりました。どうしよう。こっち。いや、ここでさ、どうしようか、流そうかな。ここで流す。ちょっと私が今、一回入り直すから、一回私落ちます。はい。はい、お疲れ様です。すいません、遅くなりました。今、ちょっと青学の授業が終わったところですが、フェリスのチームも大丈夫かなっていうので、ちょっと待ってくださいね。あと、ちょっと待ってください。こちらも音が小さいので、はい、よかったです。ちょっとじゃあ、セッティングにちょっ時と間調を。整が必要そうな感じです。でもちょっと青学の学生の対応、ちょっとだけやります。はい、じゃあ。ちょっと待ってください。この辺はちょっとこのパソコン、なんか出力が弱いみたいなんで、場所変えます。なるほど、わかりました。ちょっとだけ。やっててもらってもいいよね。やっててください。はい、わかりました。ちょっとだけ、はい、数分ミュートしてすぐ戻ります。今、電池がないので、部屋を変えます。あ、いて大丈夫。もう私たちもこの部屋に行くから。Recording in progress. ふわさん、すみません。ちょっと喋ってもらっていいですか？はい、喋りながら。ありがとうございます。これの方が聞こえるよね。じゃあ、こちょっれやと、つです。あ、いいです。私の部屋に。お疲れ様です。なんかね、Windows のパソコンが学校の全然音が出ないんですよ。なるほど。私は使えないよね。
これだ。それじゃなくて、あの、これじゃなくて。ごめんなさい、あの、ま、どれだ。写真撮りやすい。マピラリの方。ごめんなさい。マピラリの方。こっちの課題。こっち。あ、そうです。すみません。はいはい、ありがとうございます。はい。鈴木、これだ。リンクは良さそうで、あとは全体で10、おお、フェイルドしてる。なるほど、1枚。あで、追加しています。あ、それどうし追加中だけど、これでも4日だね。もう古いデータだから。私、その写真じゃないかもしれない。違う。え、ごめんなさい、名前もう一回。名前。鈴木。あ、夏美です。ごめん、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 失礼、失礼。おい、お疲れ。これか。これで、写真は撮れていて。あ、いってるじゃん。50枚まで。結構がっつりいけてる。大丈夫だ。うん。すげえ、100枚ぐらい撮ってる。いや、失敗。うん、すごい失敗。なるほど。はい。OK です。はい、大丈夫です。あともう一個やってしまうと、もう、そのストーリーテリングの、うん、このプロジェクト。プラトのコンテンツ。で、どれのことですか？プラトビューアーに出てくるのは全部、ここに。出てくるものがみんなプラットコンテンツ。だ建物データしかあり、はい、今日だとあのランドマークのデータ、渋谷のランドマークのデータとかあするので、プラットってどんなデータを公開してるのかまず知るってこと、うん、じゃないとね、プラットハッカソンって言えないので。あで自分のオリジナルコンテンツっていうのは、なんか今日、そう、手入力でしたものとか。例えば今日ゴジラ入れるとしたら、そう、あれもだからね、そう、あれ無料でオープンで配ってるものだけだけどね。自分で持ってきた。そう、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ということで、お待たせしました。よいしょ。よし、じゃあ、もう始めて大丈夫ですかね。内田先生の声はミュートされてるから聞こえてないけども、はい、きっと大丈夫だと思います。はい、あ、いいねが来た。はい、じゃあ、今日の目標は、今6時28分ぐらいですけど、まあ、まず30分ぐらいで、改めてリアースで1からストーリーテリングの設定をするという作業の説明をします。でその後、今日も、今青学の授業終わったんですけど、青学の学生にも同じ作業を確認してもらったのと、あとは課題の提出方法の GitHub の使い方。なので、GitHub のアカウントもすでに作ってあることを前提で話をしちゃうので、もし、作ってない人がいたら、ちょっと Slack じゃないや、Discord にも貼っとくので、GitHub のアカウントもみんな作っといてねと。まあ、チームで1人できればいいので、誰か一番得意そうな学生が、いいんじゃないかなと思います。個人プレイの、1人で参加している人は、1人ずつ。作る必要がありますよというので、すいません、すいません、はい、この間日曜日までにフォームを送った段階でその、はい、リアースのアカウントがうまく作れていなかったみたいで、そのメールアドレス自体をお送りしているもので間違いないんですけど、現在その共同の方に入れていないので、よろしければ招待していただいてもいいでしょうか。招待は今からやります。まだ ありがとうございます。まだ招待してない状態です。はい。なので、はい。了解です。ありがとうございます。ハッカソン用のワークスペースへの招待は、青学の学生も、チームじゃないメンバーが多くて、チーム登録は個人だったらいらないと勘違いしてた人が多かったんで、今日全員出揃ったという状態です。なので、まず、今日の作業として必要なので、まだ持ってない人は、GitHub の、おお、消えた。GitHub アカウント、今これ、Zoom の画面共有しとこう。Zoom の画面共有。これ、ズームの画面共有。よいしょ。これ、いったか。よし。ディスコードに GitHub の
アカウントをまだ持っていない人は、今日のハンズオンの間に、アカウント作成だけ行っておいてください。で、フェリスのキャンパスからつないでいる学生は、ちょっと注意が必要で、もしかしたらフェリスの IP アドレス、こう、みんなが GitHub のアカウントを作ろうとすると、大体同じ IP アドレス認識されちゃって、スパム扱いされる可能性があるので、ちょっと、気をつけてね。なんかロックかかったら、あ、古橋さん大丈夫です。今日こっち一人しかいないんで。あ、本当ですか。よかった。はいはい、みんなそれぞれのところからです。わかりました。はい。じゃあ多分大丈夫。GitHub のアカウント持ってない人は作っておいてください。では、まず最初に、リアスの使い方からいきます。リアス。でまずリアースのアカウントでログインした状態、スタートナウから、最初ログインすると自分のワークスペースになっていると思います。で、今日、ホーム最終的にみんなのリストをもらって、メールアドレス確認して、今日中に、ハッカソン用のワークスペースにも招待をするんですけど、まだしてないです。はい、なので、今日はとりあえず自分のワークスペースの中で、新規プロジェクトとして、ストーリーテリングの設定をしていきましょうというところです。で、新規プロジェクトを作成する場合には右側のクイックスタートのところですね。ここに新規プロジェクト作成というボタンがあるので、このボタンをポチッと押します。で、フェリス向けハンズオン。うちの学生にゼミ生来るかな。ちょっと待ってください。うちのゼミ生もしかして興味がある学生がいるかもしれない。あとデートを共有しますか。よし。で、話を戻すと、新規プロジェクトを作りますよ。プロジェクト名は、何か適当に練習用と作って、概要を適当に練習用。サムネイル画像は、何か適当に貼っとこうかな。ファイルアップロード。適当な JPEG 画像で軽そうなものがいいな。なんだ。ちょっと今どうでもいい話なんですが、サムネイル画像ファイルを適当に使いやすいものを作っただけです。これを貼ってみましょう。デスクトップに置いたな。よいしょ。まあ見栄えの問題ですね。リアースにこうデータをアップロードするというのはアセットという扱いになって、アセットの中にファイル、画像だったら外図像とか、データレイヤーとしてデータを追加していくときにもここに1回アセットとして登録をして、そのアセットのリストの中からこれこれっていうので選択をして追加するとこんな形で今サムネイルの画像を、ちょっと貼ってみたっていうだけです、はい。これで新規プロジェクトの作成が一旦まず最低限終わります。で次ですね、一応設定の方を見てみましょうか。
フェリス向けハンズオン練習用という名前のプロジェクトファイルを作ったので、3つボタンがあるうちの、歯車のアイコンをクリックして、公開設定は今のところは、まあまだいいかな。データセットからプラグイン。まあいいですね、はい。公開設定のところで、サイト名、カスタムドメイン、まあ、ページタイトル。さっきと同じ。フェリス向けハンズオン練習用。さっきと同じですね。で、これ、枠に入力した後、必ず確定は右側にあるチェックボタンを押さないと確定されないみたいです。なので、概要も同じように貼っといて、サムネイルも、で、チェックして、サムネイル画像も、さっきのアセットから選ぶという形で、よいしょ、選択という、こんな感じで、まあ、やってることはさっきと一緒ですね。このぐらいです。まあ、外を見せようと、自分のプロジェクト管理用で、この設定が複数持てるってことですかね。なので、これ問題なさそうなんで、では、最初に戻ります。最初のこの、左上のこの、クローバー、四つ葉のクローバーみたいな4つの窓のボタンを押すと最初の画面に戻ります。で、フェリス向けのハンズオン練習用のプロジェクトの今度3つボタンあるうちの左側のボタンですね、この地球のボタン。これをクリックするとエディター画面になります。で、一番最初にやっといた方がいいのは、この画面の右下にある地形の設定をこれをオンにしておく。これをやっておくと、これをオンにしないと、地球の回転楕円帯っていう、実際の地球とちょっとシンプルにした、もので、高さ情報が補正されないので、建物が宙に浮いたり、結構めんどくさいことがいっぱい起きました。なので、必ず、まあ、新規プロジェクトを作ったら、この右下にある地形の設定の地形のスライダーを右に、クリックすると右に行くので、でセジウムワールドテレインでいいんだろうな。はい。これでいいと思います。デフォルトで。はい、で地形の下は非表示。はい、まあ、この辺は適宜ですかね。はい、ひとまず、地形のレイヤー、地形の設定をオンにしておいて、地形データが読み込まれた状態にします。で次ですね、ストーリーテリングをしていく上でウィジェットを読み込みます。画面の左上にある、ウィジェットってところをクリックして、で、ストーリーテリングの、この右側にあるプラスボタンですね。ウィジェットのプラスボタンで、ストーリーテリングウィジェットを追加します。そうすると、右側にこうウィジェットとしてのストーリーテリングの設定画面、ダイアログが出てきます。この状態で、ストーリーテリングのページ設定等々もできます。じゃあ、ちょっと、まあ、真ん中の画面、地図というか、地球儀をこう動かしながらですね、どこに行こうかな。場所を検索するっていう機能がない気がする。結構まだまだ未完成なところがあるので、リアースのこの辺使いにくいっていうのは遠慮なく、ディスコードとかにスクリーンショットとか貼って、要望をぜひこのハッカソンで上げてください。緑園都市ってパッと見衛星画像からわかんないな。まあいいや。横浜とりあえず横浜のこれベイブリッジですよね。この辺が MM21。 これ横浜駅かな。よし、ちょっと今横浜駅に移動しました。で、横浜駅にピンを立てたいと思ったときには、横浜駅をこうやって画面に出しておいて、上にあるマーカーとかいろいろこう、マーカー以外にもフォトオーバーレイ、球体、
3D モデル、3D タイル、ファイルってあるんですけど、まずマーカーを置く場にはこのマーカーをドラッグしてあげます。で、どこに置きたいかをこうぐーっとドラッグして、まあ、横浜駅の中心のあたりで離すと、ここの緯度経度の情報が、記録されます。ポイッて。で、ピンが立ちます。で、マーカーって名前だとつまらないので、左側、画面の左側にあるレイヤー の情報、今一つのレイヤーが追加されたんですけど、マーカーレイヤーが。このマーカーをダブルクリックして、横浜駅と。で、名前を変えておくと分かりやすいですね。で、あと、ついでなのでコピーしといて、これレイヤー名と、あとは、ラベル。このピンの横に文字を書く場合には、またラベルっていう設定が、画面の右側にの一番下のところにラベルっていう設定があるので、これをオンにすると、ラベルの文字の枠があるので、ここに貼り付けて、横浜駅って書くようにすると。で、エンター。そうすると、こんな感じで、ピンの横にも横浜駅と出ます。これで一つのレイヤーが設定できたので、このデータをに合わせて、まず、ストーリーテリングのプレゼン用のデータを作っていきたいと思います。で、次、ストーリーテリングの方にまた戻ります。ウィジェットの、よいしょ、ウィジェットのストーリーテリングの状態、これを選択すると、右側のダイアログが変わります。ストーリーテリング設定の下のところにストーリーリストっていうのがあるので、ここのプラスボタンを押して、ストーリーリストのレイヤー選択で今作ったあのマーカーのレイヤーですね、横浜駅レイヤーを選択して追加してあげます。ストーリーの1ページ目に。で、これで保存。こうすると、ストーリーの1ページ目にこの横浜駅のマーカーが登録されました。で、これだけだとあんまり面白くないので、横浜駅をよりかっこよく見る方向に調整します、キーボードでショートカットでコントロールキーを押しながらマウスをドラッグすると画面の視点がこうやって変更できます。なのでまあ海を見ながら横浜駅 MM21 を背景にしながらこんな感じのちょっとベイビューリッジ入ったみたいな。あとでプラトのデータをここに追加するので、まあそれもちょっとイメージしながらですね、こんな感じで横浜駅をかっこよく見せる見せ方をちょっと画面上でやってみてください。で、画面のこの構図が決まったら、ストーリーテリングの、このタイルリストの今、デフォルトって書いてるんですね。デフォルト？名前あれ？ストーリーテリングで、あ、違いますね。ストーリーテリングのウィジェットを選択した状態で、これでストーリーの1番、今横浜駅ってありますね。これを選択します。で、この選択した青くなってる枠の下のところにカメラ未設定ってあるので、このカメラ未設定をクリックすると、今のこの画面のカメラ目線、ヘディングとかピッチとかロールっていうカメラの向けてる方向、あとはカメラが何を見てるのかっていう、そのピン、まあ、ピンの座標ですね、移動経度、高さ。でもこのままでよければ、このままキャプチャーっていうのボタンを押せば、このパラメータがそのままそっくり受け渡されます。これで1ページ目のストーリーは横浜駅の方に飛んでって、カメラの画角こうですよっていう設定ができました。これでちょっとプレビューで見てみましょう。画面の右上のところにあるプレビューボタンでポチッとボタンを押すと、ページが開いて、別のページが開いて、しばらく待つと地球儀が出てきて、1ページ目、画面の左、プレビュー画面の左下にある、こう、ページをめくる右向きのボタンをポチッと押すと、さっき設定した画角の横浜駅のピンとカメラの設定がこうやって出てくる形です。まあ、同様に、まあ、横浜からじゃあ、みなとみらい、ランドマークタワー、ランドマークタワー、これか、ランドマークタワー、ランドマークタワーにピンを落として、ランドマークタワ
で、同じように、ストーリーテリングで、ストーリーリストにランドマークタワーも追加、保存。これで2ページ目ができました。まあ、先にランドマークタワー見せたければ、順番も入れ替えられます。まあ、最初、横浜駅で、その次、ランドマークタワーかなということで、この順番でいいかなと思います。ランドマークタワーがかっこよく見せられそうな向きは、こうかな。で、これでまたカメラの設定をキャプチャーしてあげます。これでプレビューのページをリロードすると2ページ目が設定読み込まれるはずです、クリックします。クリックすると最初横浜駅、次にランドマークタワーとページが2ページできました。もう1個ぐらいいきましょうか。あとは、コンベンションセンター横浜、あれ名前が出ない、横浜の、パシフィコ横浜ですね。パシフィコ横浜をの真ん中にピンを落として、横浜、はい、で、またストーリーテリングでリストに追加、これも追加、保存、かつカメラの画角をこんな感じに設定からキャプチャー、まあ、これで、3ページできたという形です。1ページ目横浜駅、2ページ目ランドマークタワー、3ページ目パシフィコ横浜です。で、今度は、やっぱり横浜駅に行った時に、横浜駅のこう情報をもうちょっとかっこよく見せたいっていう場合には、ストーリーテリングの横浜駅の設定、じゃないな、ランドマークの、あ、レイヤーの方です。レイヤーの方の 横浜駅の、マーカー設定のところに、こう右上に、レイヤーの右隣に、インフォボックスという設定があります。これも1個作成してみましょう。インフォボックス作成ですね。レイヤーの中に登録されているマーカーごとにインフォボックスを設定できるようです。お疲れ。で、タイトルを横浜駅とかにして、タイトル表示をする。で、インフォボックスの中身をこうクリックするとテキストとか画像とかテーブルとか埋め込めるので、ここはあのみんなの腕の見せ所ですね。まあ、画像を埋め込んで、文字を埋め込んでみましょう。ダブルクリックで入力、ここに、魔法適当に貼っときます。で、画像も埋め込めます。画像はアセットに登録されている、あ、これは右側の方ですね。画像の、画像ブロックのところのアイコンから、さっきの適当にアセットに追加したものを選択して、これで選択。これで今、横浜駅のアセット、あ、ごめん、横浜駅のレイヤーのな、の、としてのマーカーに、インフォボックスとして、設定した情報を追加しました。これでリロードしてみましょうか、プレビュー版を。こんな感じでピンと、まあ、ラベルとインフォボックスがセットで表示されてきて、まあ、次のページも同じように設定すれば、出てくる。まあ、今ピンだけですね。はい、なのでこれをもっと、まあ、いろいろなストーリーを
語れるように工夫するというのが大事かなと思います。ちなみにシーン、最初の緯度経度を見る場所を変えたいな。あとでやろうかな。ちらっと出てきてきますんですよね。まあいいや、はい、ストーリーで。デフォルト設定が、あ、デフォルト、これか。デフォルト設定。これで、デフォルト設定、今何やってるかというと、ストーリーテリングを選択した状態で、アメリカからいきなり見えても面白くないから、日本を全域を見る画角にしといて、ストーリーテリングのウィジェットのデフォルト設定のカメラ見設定を、これをキャプチャーしとけば、これで最初のリロードしたときにアメリカじゃなくて日本になるんだろうな。うん、そんなことない。設定済みにはした。自動再生。自動再生。あ、これは勝手に再生させちゃう。自動再生はよろしく。反映されてはいない。まあ、ちょっとこの範囲、後で調べます。はい、いずれにしても、今何ができたのかというと、マーカーを3つ置きました。横浜駅ランドマークタワー、ランドマークタワー、ラベルも入れとこう、ラベルオン、ランドマークタワー、横浜駅のラベルはちょっと太めにしとこう。大きくパシヒコ横浜ラベル、この辺、デザイン上見にくい場合は、どんどん、こう、ラベル背景とかもいろいろ設定して、かっこよく、ちょっと黒に。目立つようにするみたいなことも含めて、いろいろいじっくり回すと面白いと思います。まあ、あんまりセンスのない背景色ですけど、背景色です。こんな感じですね。はい、で、まあ 3つのマーカーレイヤーを追加しました。ストーリーテリングはそれぞれ3つのマーカーレイヤーを、ストーリーリストに登録して、それぞれのカメラの画角を、設定したという形です。まあ一旦これで完成形だと思うと、最後、これを公開、まだ非公開状態なので公開する必要があります。画面の右上にある非公開のこのボタンですね。これをクリックして、公開にします。こうしないと、来週課題提出ができないというところになります。公開します。公開。あ、古橋は、そうか。無料アカウントでまだ、ハッカソンの、ワークスペースに入れないと、1個しか無料アカウントで作れないってことなのかな。なので公開できないって言われてしまいましたが、多分皆さんは1個すでにあるのであれば、それを使って公開できてるんじゃないかと思います。公開設定をするとここに、公開用のリンクとあと埋め込みコードっていうのが出てくるんですけども、古橋は今それができない。これだから、この後、皆さんのアカウントリストから、
公開のワークシート、発火用のワークシート、ワークスペースに、追加するので、そっちに今これを移動できるのかな。よいしょ。ワークスペース、ちょっとテストしますね。ワークスペース、他のワークスペースからここにコピーしたい。できないのか。できなさそうだな。じゃあちょっとチャチャッと、今回はハッカソンのワークスペースでフラッシュチャチャッと作っちゃいますね。ハッカソンのワークスペースの中に新規で。今、すっ飛ばして、ワークスペース、これで、レイヤーに、横浜駅。価格をこうしてで、ウィジェットにストーリーテリングで、ストーリーリストに横浜駅を追加するよ。横浜駅の画角カメラ設定をキャプチャーする。これで、はい、作りましたね。で、さっきもう一回いきます。非公開を公開にします。で、公開ボタンをもう一回押します。そうすると、公開用の URL と、あと埋め込み用のコードが出てきます。今回大事なのは埋め込み用のコードですね。これを、コピーしておく。で、このコピーしたものをどこかに貼っておきます。まあ、せっかくなのでちょっと古橋のサンプルを、ハッカソンのディスコードのところに貼っておきます。古橋のサンプル用埋め込みコードをここに貼っておきます。はい、こんな感じ。で、セミコロンはいらないんです。セミコロン消しちゃってください。iframe から書き始めて、HTML のタグがあるので、これをこの、はい。これはちょっと後で使いますというところです。はい、あと、他の人に見てもらう場合には、この公開用 URL をコピーして、自分で自分に返信、公開用、まあ、いわゆるパーマリンクですね。というので、まあ、これをクリックすれば、もう誰でも見れる。非公開から公開にすれば、誰でも見れる形で、しばらく待つと、はい、これで横浜駅に飛ぶという形ですね。はい、味もそっけもない状態ですけど、はい、ざっと。でもう一つ、プラトのデータ、特にプラトの建物データの追加の仕方をやります。はい、それで一旦、ストーリーテリングの作り方は一段落かなと思いますが、プラトのデータはレイヤーとして、さっきマーカーだったんですけども、右側にある 3D タイルってやつを選択して、でこれをドラッグする感じです。まあ、どこでもいいと思います。どっかに。そうすると 3D タイル、空っぽと 3D タイルのレイヤーができます。プラトのデータがあるところとないところがあるので、プラトのデータがない、よいしょ。あるところでは、種類が URL ですね。URL。で、タイルセット URL のところをこうクリックすると、やっぱりアセットと、あと URL と2つあるので、今回 URL というのに切り替えます。で、どこに URL があるのっていうので、見てもらいたいのは、ここですね。今、Discord に貼っときますけども、プラトの建物、データ、
3D タイルズ URL リストはこちらですと。GitHub にあのリストが公開されているので、ここで横浜市。道路、いろいろ、まあ、建物だけではなくていろいろありますけども、建物、建築物、あれですね、建物は区ごとに分かれてる。横浜駅って何区なんだろう、港区かな、ちょっとこの辺、完全に、やばい、土地勘がない。横浜市、港区。なんとなく名前っぽい。中華街の方プロットされてる。中、ここ、ちょっと、港区ってのはそもそもないのか。俺がよくわかってない。港南区か。港南区じゃないか。港北、こっちか。港の北で港北ジャンクションとか言うもんね。港北。あ、違う。港南、南。あ、違う。意外に分かってなかった。適当に住所調べてみよう。どっか。ここってどこ？あ、西区なんだ。西区。横浜市でまとまってなくて、区ごとに分かれてるので、浜市西区。西区。街道じゃない。これか。神奈川県。横浜市って書いてなくて、建築モデル西区。LOD1。LOD1 が粗っぽい三次元で、LOD2 が細かい、かつテクスチャー付きで。テクスチャー付きだと重いから軽いものでテクスチャーなしっていうのもあります。テクスチャーなしの LOD2 って。でこの、リンクをコピーしておいて、でさっきのリアースのこの URL のリソース URL に貼っておきます。貼り付け。で、選択。で、設定できたと。そうすると、こんな形で横浜駅の周辺の LOD2 の建物データがやってくるというところです。で、念のため、この一般公開をもう一回更新しておきましょう。設定したら、ある程度タイミングで更新しておくといいと思います。もう一回更新。で、プレビューを見れば、プレビューをリロードして、あ、引き割れてくる前にやっちゃった。そうすると、さっきと違って、プラットの3次元モデルが出てくる。ちょっとカメラワークはもうちょっと工夫した方がいいかと思います、ね。もうちょっと見栄えのいい角度にしておいた方が実は良かった。ランドマークタワーが見切れないように。どうですか？これでストーリーテリングの横浜駅のカメラ設定をもう一回キャプチャーし直すというので、念のためこれも更新し直すとですね。ここまでで何か質問ありますか？すいません、はい。いくつか質問よろしいですか？はい、大丈夫です。一度置いたピンって、場所を一度動かせるっていうふうには聞いたんですけど、自分でやってみたらうまく動かせなくて。動かないです。動かない。それはね、動かないですか？はい。我々も動かない。今の時点では動かせてなくて。はい。そう。動かしたい。で、とりあえず力技、まあ、緯度経度って書くのもめんどくさいしけど、まあ、緯度経度を入力するのは一つなんだけど、緯度経度、はい。あ
あとは、まあ、もうめんどくさいときはマーカー一回消して、もう一回入力みたいなものをやってたりするんですけど、分かりました。はい、確かにあの指摘の通りで、そう、あの動かないです。分かりました。もし動いてた人がいたら、あのみんな共有してって感じで、逆に僕らも知りたい。ちょっともう一回やると、この横浜駅の位置をちょっとずらしたいって思ったときに、このままだとずらせない。で、ちょっと待って、ね、でもできるのかな。できるのであれば、多分移動、ここの移動経路の情報を、右クリックでも、カメラモードでもね、なんかね、動かせる感じがしない。そう。でも、なので、結局どうしてるかっていうと、まあ、しょうがないから、これ一回じゃあ消して、とかして、で、またもう一回ここに置き直して、ここをみたいな感じでやるって、ちょっと不毛なので、これは、あの、青学のチームにも言ったんですけど、リアースが全然完璧じゃないので、こういうやりたいことをディスコードに書いて、なんでできねえんだって、ある意味、リクエストをバンバン上げていくことで、リアースがどんどん良くなっていくので、もしかしたらやり方があるのかもしれないんですけど、今のところ我々も分からない、分かりにくいので、分かりました。そういう状態で、はい、あの適宜それ共有しましょう。はい、ありがとうございます。はい、あと、機能の中で、はい、フォトバレー機能ってあるじゃないですか。フォトバレー機能、はい。写真を追加する。そうです、そうです。はい、ただこの写真をこう、フォトオーバーレイ機能とこのマーカー機能って2つあったときに、こう、はい、なんと言いますか、その場所で画像を表示するっていうことを考えたら、フォトオーバーレイ機能の方がいいんですか？なんか、あまりその機能の違いがよくわからなくて。なるほど。フォトオーバーレイっていう考え方は、もともと Google Earth の機能に実装されていたもので、はい、長崎アーカイブ。まあ、東大の渡辺健とかはそれを、まあ、セジウムの世界にもあのリアースの裏側もセジウムで動いてるんですけど、よいしょ、クリックしてつら。で、アイコンと何が違うのかって、マーカーのアイコンとフォトバレーの、 あの一番の違いは、カメラの画角を、設定することができるので、これだと、例えば長崎の原爆が落ちた場所で撮影された写真をアイコンとして載せる場合には、ここの証言をした人のこの顔のアイコンが出てくる。これがアイコンの写真ですね。こう下にこう、この場合には見せ方としてピンを立てているような形です。フォトバレーはこっちの写真の方で、これ写真クリックすると、こんな感じ。あ、いいのか、閉じちゃった。はい。はい。あ、なんかうまく動いてない。ちょっとバグってるな。本来はこれクリックして、これフォトローバレーとして正しく機能してないんですけど、背景の山並みとその3次元のこのビューアーの向きが一致して、こう確かにここから写真を撮ったっていう景色に行くのが本来のフォトローバレーの動きなんですけども、それが、なんか動こうとしてて動いてない。なんかもしかしたらセジウムが、広島アーカイブで。はい、なので、まあ、そういう意味で言うと、ピンの、こう、アイコンとして使うやり方であれば、マーカーとしてやっていく。で、明らかにカメラで写真を撮った場所が分かって、ここからこっちの方向を向けて撮ったよねっていう、ことを展開したい場合にはフォトオーバレイの方が向いてるって使い分けです。今ちょっと広島アーカイブに切り替えましたけど、あ、これいった、こんな感じ。フォトオーバレイだとこの場所からこう撮ったよねっていう、はい、これ背景の3次元のデジタルツインと手前側の写真がこうやってちゃんとこう重なって、確かにここから撮った景色がか、あのオーバレイできるっていう感じです。なのでこれもこんな感じで、この場所から見たときにこうだよねという、これがそのマーカーにはできない表現です。あ、じゃあこれがそのできるっていうのは、その
こう写真を入れたら勝手にっていうよりはこう角度をこう表示される角度を調整して、そう、これはもう作業で、あのこれは渡辺先生とかあの僕らもやりますけど、結構気合を入れて、なるほど、ヤマハに合うようなカメラのロールピッチとかそういうパラメータを推定して一生懸命合わせるっていうことをやってるので、あの難易度は高い。そういう意味で言うとフォトオーバーレイはあのめちゃめちゃ大変です。あ、なるほど。見方としての広がりが、まあ、出てくるっていうところで、そう、あのレベルは高いけどできた時の喜びは素晴らしいみたいな感じ。なるほど、ありがとうございます。はい、他、はい、どうぞ。あと、すいません、何度も何度も、あの、うん、このレイヤーのところを見ていたときに、あの、うんうん、タグってあるじゃないですか。タグ、タグは何でしょうか。あのこのレイヤー、このインフォボックスの隣のこれです。それって何でしょうか。やってみましょう。駅ってタグをつけてみる。駅というタグをつけました。他なんかさっきの、実はこれも使ったことないというか、正直古橋もほぼ初めて使ってる感じなので、ランドマークタワー、これはタグは建物で、今駅とか建物のタグをつけたけど、このタグがどう使われるのか。なんか画面上には特に、ウィジェットで何かあるのかな。ナビゲータータイムライン、クラスターという概念に何かなさそう。レイヤーリスト。ああ、これレイヤーリスト使う。関係なさそう。すいません、わかりません。すいません、ありがとうございます。すいません、変なこと聞いちゃって。多分、いやいや、でも多分、こう、たくさんレイヤーが出てきたときに、カテゴライズするための一つの機能だろうなと思う。だけど、はい、なんか具体的な使い方が確かに、これだとよくわからないので、うん、タグ、どう使うのっていうのはちょっと聞いてみましょう。はい、ありがとうございます。あ、でも、いい視点だと思います。そうそう、どんどんいろいろいろんな機能を使ってみて。はい、他は大丈夫今。あとはその、もう、すごいその、あの、すごい個人的な話になっちゃうので、あの、また別にお伺いします。はいはい、ありがとうございました。はい、他に、はい、他の人でも遠慮なく、今、このタイミングで。聞けるうちに、あと、まあ、あのうちの学生にも言ったんですけど、あのリアースは完璧じゃないからどんどん失敗したものを、ハッカソン の, あのディスコードのチャンネルにどんどん共有して、みんなトラブってるよっていうので、あの逆にここでみんなで共有することによってリアースがどんどん良くなっていくので、遠慮なくうまくいかないとか、こういう機能あったらいいのになとかいう雑談もどんどん書き込んで、リアースの開発チームにプレッシャーを与えていきましょうという感じです。お、なんか質問出てこないね、それで。大丈夫。あとね、青学のチームってやったのは 3D モデルが GLTF っていう形式で貼れるって書いてあるんだけど、どうもなんかアセットに登録がうまくできてないのか、ちょっと我々青学チームではその、スケッチファブからゴジラのモデルをアップロードしようぜみたいなのでこれやってみたんですけど、15メガぐらい の, あのゴジラのモデルは少なくともリアースに貼れなかったので、ちょっとなんかいろいろ試しているところです。うまくいったら報告します。あと、あ、球体はね、結構球体を横浜の駅あの上空で花火が上がりましたみたいなので、球体をランドマークの上とかにしよう。球体を配置して、半径がデフォルトでかいので半径を100メートルぐらいにして、で高さを例えば500メートルぐらいの高さに花火を打ち上げました。花火の色は塗りの色を赤くしといて、透明のアルファ値、透明設定を 30% ぐらいに透明にすると、あれ透明になってない。30。こんな感じで。
500メートルの高さに半径500メートル、高度500メートルの高さに半径100メートルの球体を半透明で表示するとこんな形みたいなものとかできます。あとファイルも、KML とかを、例えばこれ、マイマップ、Google のマイマップとか Google Earth でもいいんですけども、線とか面を描いて、ラインポリゴンですね。ラインポリゴンを描いて、それをマイマップの、KML のエクスポートとかで、ダウンロードして、KML ファイルをアセットに登録すると、リアスの方でも線と面は表現されたんですけど、なぜかポイントが、なんか今日試したときにはうまく読み込まれなくて、これはまた別にやり取りが必要かなというふうに思っています。プラットのデータって建物の3次元データ以外にも、プラットビューアーを見てもらうといろんなデータが入っているので、ものによってはジオ JSON 形式というポイントデータとかもあったりするので、ちょっといろいろどういうデータだと簡単に認識されるのかとか試しながら、ファイルはそういった意味で言うと、おすすめは KML とかジオ JSON という形式でやり取りするのがいいんじゃないかなというふうに思っているところです。すいません。はい。それ同じ人間なども、その今のお話でちょうどその私も昨日、江戸時代の地図のデータを入れたくて、それがそう変換されてるこうオープンデータがあったので、それ入れようとしたんですけど、その、ポイントの情報が入ってるものなんですけど、JSON でも KML でも、その、対応ファイル試して3時間ぐらいやったんですけど、全部入らなくて、やっぱりそう。それで、ちょっとそれでその、リンクお送りするので、もしその、そもそもそのダメなものだったら諦めるんですけど、このどういうふうになのかなどちょっと教えていただきたい。できるはずだとは思っているので、そう、ちょっとそこが了解です。あ、じゃあ逆に言うとちょっとこっちも安心したというか、なんかちょっと怪しいぞっていう感じで。はあ、ありがとうございます。はい。なので、そう、そのあたりは結構ね、一つの可能性としては地下にボコッと高さ情報を持ってなくて地面の下に埋もれてるんじゃないかなと思ったりもしたんだけど、なんか見つけられなかったりしたので、はい、ちょっとはい、それはちょっとこっちも大事に確認します。すいません。じゃあディスコードの方にも今も、チャットにお送りしたのと、後でディスコードの方にも後ほどお送りします。はい、ありがとうございます。はいはい。なのでその辺のトラブル報告を本当にどんどん遠慮なくしてみんなで使い倒しましょう。で我々がリアースをよくしてやったぞって、はい、ちょっと自慢できるような形で、そうポイントデータは絶対できるはずです。はい、まあターム、リアースのチームにも、まあ、メンションを送るっていうので、ちょっとディスコに書いておくかな。KML とジオ JSON ファイルのポイントデータを、リアのファイルとして、アセット登録すると、なぜかポイントデータが読み込ま現象が出てます。タムラ。タム系いないの？変やっと。リアースを開発しているユーカリアの代表が田村健也って、先週のキックオフでハンズオンしてくれた田村健が代表なので、とりあえず何かあったときに、急ぎ聞きたいと思ったら、健也っとっていうアカウントをメンションを送ると、多分それなりに適切なエンジニアない誰か呼んでくるかもしれないです。そしたら先ほどの URL などこのページが読み込めませんって言って、その、メンションして ここの、ディスコードをそのままのページにお送りすればいいですか？そんな感じでいきましょう。わかりました。ありがとうございます。3D モデルの、GLTF。
よし。ってな感じで。はい。よし。じゃあ、大体こんな感じで、残り時間使ってちょっと GitHub の使い方もまとめてやっちゃいます。はい。じゃあ、GitHub のアカウントも皆さん作ってること前提で。ちょっと、今の準備段階としては、自分の作ったストーリーテーリングの一般公開設定で更新して、更新のたびに出てくる、まあ変わらないはずなんですけど、埋め込み用コードをコピーしておいて、さっきのようにどっかディスコードなり自分のメモ帳なりに貼っておくということで、古橋はさっきも、ここに埋め込みコードの、コードは置いてあるので、これを使いますと。で、GitHub の方に移りますね。GitHub で自分のアカウントにログインする状態だと、まあ人によってある程度画面の構成違うんですけども、画面の右上のところに自分のアカウント名とかアイコンとか出てくるので、まあ、それをクリックして、まあとりあえず一旦 Your Profile って自分のプロファイルのページに飛びんで、から作業を進めていくのがまあ分かりやすいと思います。そうすると自分のアカウントの説明とか、まあ、人によっては紹介文とか出てきます。で大事なのは、皆さんに、GitHub の作品を展示してもらう場所としては、GitHub の中に新規にレポジトリっていうものを作ってもらいます。レポジトリがいわゆるソースコードとか、バイナリーファイル、実行ファイルとか、データとか、ドキュメントとか、あとバグとかのレポート管理とか全部込み込みの一つのパッケージとしてレポジトリっていうものがあります。で、その中に、今回の、リアースで作ったストーリーテリングの埋め込みコードを HTML いわゆるウェブサイトとして、一個ホスティングしてあげるっていうのが、今回やる作業です。なのでまずレポジトリです。上にオーバービューレポジトリでプロジェクトパッケージ図いろいろあるんですけど、レポジトリーズをクリックすると、まあ、ほとんどの人は多分空っぽ、新規に作っている。まあ、普段 GitHub 使っている人は自分が作ったあの GitHub のレポジトリがずらっと出てくるんですけど、レポジトリーズクリックしたら画面の右上にある New っていうボタンですね。これを押すと新規 のレポジトリを作ることができます。まあ、練習用で何度も同じ名前使わなければいくらでも作れるので、Create a New Repository という画面が出てきたら、これでレポジトリの名前をまず決めます。これユニーク、名前がかぶっちゃダメなので、ストーリーテリングサンプル01とか、まあ何でもいいです。自分が分かれば、まあ、完成版はやっぱりちょっとかっこいい名前つけたいですけどね。とりあえず練習用は何でもいいです。はい、後で変えることもできなくはないんですけど、はい、めんどくさいんで、まあ、練習と思って、また次、本番作るときはまた、もう一個新規作った方がいいかなと思います。で、大事なのは、必ずパブリックにしておく。課題じゃないや、成果物、来週発表する成果物としての、作品をみんなに見てもらうという意味では、パブリックにしないとダメ。プライベートにはしないでねと。ここでパブリックが選択されてれば OK です。あと、いろいろもろもろ、ちょっといろいろメモ書きとか説明の資料とか置くときに便利なリードミーファイルをまあ自動的に作ってくれる機能があるので、これはチェックオンにしておきましょう。まあ今後役に立つだろうという前提で、何に使うかまだノーアイデアです。あった方が楽です。であとはつらつらつらっと見ていって、まあ、練習用はライセンスは、まあ、ライセンス何でもいいんですけど、まあいいかな。まあ、我々のハッカソンとかは割とオープンデータで、オープンソースでいこうよっていう雰囲気があるので、今回だとクリエイティブコモンズゼロライセンス、クリエイティブコモンズゼロ V1.0 ユニバーサルですね。ユニバーサル。これがまあおすすめ、じゃあおすすめですね。これだともう完全にオープンデータで、みんな自由に使っていいよって宣言したことになります。まあ、気に入らない人がいたら自分なりにライセンス勉強して適切なものを選んでください。とりあえずこのハンズオンでは、クリエイティブコモンズゼロ、CC0 ライセンスをお勧めします。
これで、右下にあるクリエイトレポジトリで空っぽのレポジトリをとりあえず1個作りますよというところです。これで1個ストーリーテリングサンプル01という空っぽのレポジトリを作りました。で、自分の作ったレポジトリなので自分で好きに設定ができます。その設定は上の方に、まあ、コード、イシュー、プルリクエスト、アクションズとバラバラバラってありますけども、一番右側にあるセッティングズのメニュー、まあ、タブに切り替えると、このレポジトリの設定がいろいろ出てきます。今回、ウェブホスティングするウェブサイトとして使うので、このセッティングで言うと、下の方にページズ、ウェブページとして機能する GitHub ページズっていう機能があります。このページ図を選択してあげると、GitHub ページ図の初期設定の画面をここで選ぶことができます。一番大事なのはこのブランチってところですね。空っぽのレポジトリを作ると、ブランチの名前はメインっていうのが自動的に割り振られます。なので、これを None からメインに変えます。まあ、だんだん使い慣れてくると自分でいろんなブランチ作ったりするんですけど、まあ、最初の人は、初めての人はもうメインっていうブランチだけで十分です。でメインブランチ。をこうやって設定すると、ここに置いてあるものは全部 HTML とみなしてウェブサイトでホスティングしますよということになるので、まあ、このままルートのままいいですよと。これでセーブ、保存。もうこれだけで皆さんは、自分のウェブサイトを、ウェブサーバーを1個持ったことになります。無料のウェブサーバーを持った形になります。はい、OK。はい、GitHub のページ、GitHub ページズの設定はまあ大体こんなもんです。じゃあまたコード、画面の左上にあるコードに戻っていきましょう。さっき作ったレポジトリの中身がコードとして見えます。まあデフォルトライセンスファイルとリードミーファイルが1個ずつできているという状態の、まあ、ほぼほぼ空っぽのレポジトリです。でここに、これがいわゆるメインブランチというの、まあ、ルートなので、ここに一つ、index.html という、まあ、HTML ファイル作ったことあるとか、ウェブサイト作ったことある人は、ああ、ここに置くのかって思えばいいんですけど、ここに新規にテキストファイルとして index.html ファイルを置きます。add ファイルボタン、ここですね。add ファイルボタンから create new ファイルで新規にファイルを作りますよというので、アルファベットで半角英数で、index.html というファイル名で、まず下にあるエディット欄でもう手入力でとりあえず HTML というタグ、あとまあヘッドとボディぐらいはあっていいんじゃないのぐらいな感じですけど、ボディ、まあ、この辺は HTML 書いたことない人は HTML、これ見えますか？こんな感じで、とりあえず HTML の必要最低限のタグの構成だけちょっと手書きにしておきましょう。1行目は HTML、大なり小なりのこうタグで囲ってある。これ書き出しです。4行目はそれを閉じる。ここで HTML 終わりだよっていうので、スラッシュ HTML ですね。で、ヘッド、最初のまあ、もろもろの諸条件とかタイトルとかいろいろメタデータ書き込む。ヘッドの項目が要素があって、その下にボディ、実際の文章とか画像とか貼っとくところがあります。今回のリアースのエンベッドのコードはこのボディの中に貼っとくって感じです。なので、まあ、まずこの、空っぽの、HTML ファイルを作っておいて、まあ、これで一旦保存しておきましょう。で、この後また編集モードに戻ってエンベッドのコードを埋め込みますが、一旦index.html を作ってコミットチェンジズします。もう一回、いいよねって確認をしてくるので、はい、コミットチェンジズ。これで、index.html という、まあウェブサイトの一番大事な、いわゆるホームページと呼ばれるのはこれですね。トップページとも呼ばれる。ウェブサイトイコールホームページじゃなくて、ホームページというのは、ウェブサイトのトップにあるものだけですけども、今、それを皆さん自分の手で作ったと。いうことです。まあ言ってもこれクリックすると中身は空っぽ、ほぼほぼ空っぽの HTML になっている
いうので、またこれを編集モードに戻すためには、画面の右上側にある、右上にある、エディットディスファイルって鉛筆ボタンで、また編集モードで、あとは、リアースのエンベッド埋め込みコードをボディのタグの間に貼ってあげるってだけです。では、さっきディスコードに古橋が貼っといた、これか。埋め込みコードをコピーしといて、そして、ボディタグの間に貼り付け。iframe というタグが間に入って、おっと、閉じてない。ボディタグ。はい、こんな感じですね。iframe のタグをちゃんと貼り付けられれば、またコミットチェンジで上書きしましょう。上書き。これで、HTML ファイルの中に、まあ、幅560ピクセル、高さが315なんで、めっちゃちっちゃいんで、これ後でこの数字を変えればもっと大きく出てきます。まあ、とりあえずちっちゃいまま試しちゃいましょう。OK ですね。ここまでできたら、またコードのリンクを押して、一番トップのページに、ルートに戻ってきます。で、あとは、右側にある、このリポジトリの設定、about っていう欄のところの右側にある歯車ですね。これをクリックして、そしてウェブサイトのところを use your GitHub Pages website っていうので、これをチェックをオンにしてあげます。そうすると勝手に自分が作った、リポジトリの中に埋め込まれているウェブサイトの、設定でリンクが発行されるので、このままセーブチェンジです。これでリンクが埋め込まれました。あとはこれクリックして、ちゃんとウェブサイトとして開いて、読み込まれれば OK。あ、来た。はい、今、WithWise と Height がめっちゃちっちゃいんで、画面もちっちゃいですけど、パラメータを大きくすれば画面いっぱいとか、それこそ幅を 100% とかも、ね、含めていきます。これで画面をクリックすると、横浜駅、こんな感じ。これはもう、さっきの URL ですね。この URL、ちょっとする、さっきのこれに貼っとくか。返信。この埋め込みコードを使って、GitHub ページに、で、配成果物の配信テストをやってみましたです。まあ、このパラメータですね。パラメータ、インデックス HTML のここのこれですね。このパラメータを変えれば、より大きな画面にすることもできますと。これ、例えば 100% にしましょう。100%。確かこれでいけんじゃないか。まあ、しばらく反映に時間かかるんで、はい、ちょっと時間すぐにはコメントください。ちょっと待ちましょう。でこの間に何か質問とかあれば、おっとチャットに来てる。あ、ここに入んない。さっきの米谷さん。これね、ちょっと米谷さん忘れないように、ズームって、ね、チャットに書いてもすぐどっか行っちゃうので。
これ、ああ、これがあれか。はいはい。あの、データのやつか。エドマップ、データの。なるほど。了解です。ちょっとデータ見てみます。あ、お疲れ様です。もうそろそろ。そうですね、はい、了解です。はい。はい。GitHub について何か質問があれば。初めてのレポジトリ操作とか含めて。で、人によっては、アカウントとかが信頼性が薄いと、さっきもフラッシュもなったんですけど、GitHub 側がホスティングをちょっと躊躇して、スパムじゃないか認定で404エラーってアクセスできないときがたまにあります。その時はちょっと待つとか、あとたまにインデックス .html ちょっと書き換えてみるみたいなことで解決することがあります。どうしてもあのエラーが消えない場合は相談してください。あ、今、これ今、古橋がWise と Height のパラメータを 100%100% にすると画面いっぱいになったり。変更が良いと思いますと、はい、大丈夫そう、特に質問なし。まあ、今日の作業も動画で全部記録しているので、後で、YouTube で共有して何度も見返せるようにしておきます。大丈夫、7時半なっちゃいましたが、じゃあ、質問がなければ一旦ここまでということで、あとはお互いに青学チームも含めてうまくいかないとかっていうのを、ぜひお互いにぶつけ合ってリアースをより使いやすいものにしていきましょうということと、ぜひいい作品を作りましょう。多分古橋はもろもろの事務手続きとか作業終わったら日曜日に頑張るか、日曜日にちょっとフラッシュもリアース使ってなんか一つ作品作ってみる予定です。なんで日曜日の夜とか多分リアルタイムで仕事作業してるんじゃないかなと思うんで、何か相談があったらそのタイミングを狙うのはいいかもしれないですね。はい、じゃあ、はい、特に質問なしなので、Zoom の方これで終了します。はい、お疲れ様でした。じゃあ、発表頑張りましょう。古橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。